どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日ももう毎度恒例になりましたベトナムホーチミンのジーラゴ工房とのモジャ川上くんとこうズームをつなぎましてですね、ただいまのどんな状況になっているかということをちょっとシェア、皆さんにシェアしたいと思います。どうもこんにちは、モジャくん。はい、暑いよね、そりゃね。いつもこの話からなんで。あ、そうだ、ちょっと皆さんに、いつもこのおもちゃくんとの対談がですね、プレイリストになって、再生リストになってるんで、どっかここら辺の方、上の方にリンク貼っておきます。概要欄にも貼っておくんで、また、ちょっとお時間ある時に見てもらうとね、いろいろ、いろんな未来を想像してるというような話をね、してるんで、見てくださいということで。コロナはどうなんだっけ？ダメ？良くない？良くないっす。良くない。東南アジアがちょっと良くないって話がちょっと耳に入ってんだよな。ちょっとピークよりは緩和されてはいますけど、規制の方は。でも、依然厳しい状況は続いてますね。なるほど、ちょっと要注意だね。ほんとスタッフの方々ももう含め、まあまあ、よく寝てください。睡眠が大事だと思いますんで。はい。だね。はい。今日はですね、ちょっとは僕の方からもじゃくんちょっといろいろ聞きたいということで、2021年の6月の21日の、正午から、ガズのわがままウクレレ、セミオーダー、ウスレレ、初めてウクレレ。まあ、初めてウクレレは、販売で、それ以外のセミオーダーとわがままウクレレ、ウスレレは、予約注文が再開されたということで、今回から、そのラインナップに、新たに、これ、ウスレレの、コンサートサイズモデルが登場したぞということで、もう僕もね、YouTube で早速これ撮影で使ってるんですけど、いいね、これめちゃくちゃ。これ。ありがとうございます。なんか、これについて、ちょっと語りを、あ、そっちにもある。それ同じレギュラーモデル、薄れるの？こっちは同じレギュラーモデルです。コンサート。16フレット。あ、いいね、はい。あ、フレットが違うんだね。そうですね。あ、フレットが違うと結構印象変わるね。26フレット、それ。え、じゃあね。何フレット？16フレットです。16フレット。これが12フレット、はい、はい、そうです。だから4フレットこう足せる。これ、選べるからね、オーダーしていただくときにはね。そうです、そうです。はい。はい、なんで、このこっちまでこう使いたいよという人は、こうフレットを自分は何フレットがいいというふうに選べばいいわけで。まあ、ガズの、やってる弾き語りだとですね、結構ここフレットがないのがですね、すげえこうストロークしやすいっていうすごい特徴があって、まあ、ガズの場合は7フレットモデルもいっぱい作ってるからね。まあ、それも本当のお好みだと思うんですけど、まあ、ちょっとじゃあこのコンサートの話、薄れるコンサートのちょっとこう、裏話みたいなの聞きたいなと思ったんだけど、なんかありますか？そうですね。まあ、この、当初、ウスレレっていう、まあ、ソプラノから、まあ、試作品を開始したんですけど、うん、で、まあ、4本の試作、4本目でやっと、まあ、これだったら商品になるかなっていう仕上がりになったときに、まあ、次は、まあ、コンサートかなと思って、うん、すぐに、まあ、制作を開始したんですよね。このソプラノの薄レレもめちゃくちゃいいもんね。これもすごいよ。これも大革命。ほんと、よくこんな、なんかこの中のブレーシングとかも、そういう、ここのトップのさ、形もちょっと違うもんね。うん、トップの形。まあ、ほぼほぼ一緒なんですけど、うん。薄いからそう感じるのかな、なんか。薄いと印象が全然、そういうことか。変わってます。で、まあ、ソプラノの薄レレで、まあ、試作、まあ、ガサのところにもあったんで、まあ、なんとなく完成仕上がりの、その、持った感っていうのは分かってたじゃないですか。うん、コンサートの薄れっていうのを、まあ、試作で今一本作ったときに、はい。やっぱ、これも手応えを感じて、うん。そうね。まあ、サイドの厚みっていうのを結構考えて、いろいろ、まあ、試行錯誤したんですけど、うんうん、ソプラノと今回同じ、ソプラノの薄レレと同じ厚み。ソプラノの薄レレ、要は、こっちのソプラノと、これは厚み一緒ってことだね、そしたらね。厚み一緒なんですよ。なるほど。うん、ああ、なるほど。でも、音は、阻害されないと。いやー、そうなんだよ。いうところまでたどり着いて。すごい。これをね、なんか、モジャ君も今言ってたけど、最初の頃ね、初期の頃にモジャ君が試作で作ったサンプルは、まあ、ひでえなりで、エンドになってなかったもんね、ボディになってなくて、ね、そしてこれは、とか言って、まあでもね、あれがあったから良かったのよ。あれが、なんか僕、
60%、70% の敵だったら、ボディがちっちゃいからしょうがないよねってことで、あのままいったかもしれないんだよね。だからあのぐらい逆に、やっぱり、一回それがあったから、すごくここにたどり着いて、これ、ある意味すごい完成形だと思うよ、これ、両方とも。そうそう。本当に、僕も手応えを感じてます。ね、はい。わがままウクレレもめちゃくちゃいいじゃん。だけど、わがままウクレレと同じ音が出るっていうことだもんね。まあ、つまり、そうですね、ちょっとね、なんか、うまく言えないけど、でもね、これに、慣れてると、この薄ウレレもすごく弾きやすいんだけど、最近たまに普通のわがままウクレレを使っても、やっぱあっちもいいけどね。やっぱりあの方がなんか、不本割り感はある。かなって感じ、ね。そうです。やっぱそのボディの中のこの空間で音がもう回るっていうんですか。うんうん、反響して出てくる音っていうのは、まあ、残響が残るんですよね。うんはい、はいはい。それがやっぱり薄ウレレには、ちょっと、どうしても落ちちゃう、中の空間が少ないと、うん、その分こう軽めの音に、まあ、なりがちなんですけど、そこをできるだけ抑えてっていうのはあるんですけど、うん、とはいってもやっぱりもともと中の空間が大きいものと比較すると、うん、やっぱりその違いは引き比べると分かります、はいはいはい、僕がこのガズのわがままウクレレまた再販売になるよっていう動画をちょっと今ここどっかリンク貼っとくけど、そこで、わがままウクレレのコンサートと薄レレのコンサートと弾き比べしてるんだよね。おそれを見ると結構わかるけどね、やっぱちょっとレンジが違うんだけど、音量としてはもうなんか、音量変わらない感じ。そうそうそう。なんでこれはね、まあすごいと思った。あとやっぱこれね、やっぱりこのヘッドの小ささがなんかすごいもんね。アンバランスなぐらいヘッドちっちゃいもんね、これね。この辺がまたブラックパーツだからさ、このペグがね、なんかすごくちっちゃく感じる上に、後ろ向きのペグついてるからね、これギア付きの。そうですね。これ結構質問が多くて、後藤から出てるフリクションペグって言うんだっけ？後藤からは、まあ、普通のフリクションと UPT っていうギアの入ったやつがあって、あ、そうそう、UPT っていうやつか。それですか、はい、っていう、なんか質問も結構多いんだけど、これ後藤じゃないんで、発見した、新たに発見したね、新鋭ブランドなんだよね、これね。もう即座にガズレレではこれを採用しました。軽いし、中心系だから。はい、チューニングもすごいしやすいですよ。普通のいわゆる一般的なチューナーとペグとあんまり変わらない感じよね。あとやっぱ重量だね、この薄レレのいいのはね。軽いですよ。軽い。そのさっきのお話に戻って初期の頃のサンプルはさ、やっぱり重くてさ、こうネックが下がってたもんね。あれがね、左腕がなんかこうバランスが悪いからさ、あれもちょっと嫌だなと思ったけど、まあ見事に本当にいろんなものがクリアされてる感じね。まあ、コンサートでは一番手に取ってもらった時に感じる印象って、うんうん、エレキっぽくないですか？あ、エレキっぽい。ギターっぽいもん、こうやってね、なんか。この右手のこの脇の締め方っていうんですか、うん、ここね、ここ。そうです手が当たって痛いって方もたまにいらっしゃるから、そういう人も結構いいかもしれないね。うん、その辺は、まあ、すごく魅力的っていう感じですかね、うんうん、まあこれは世の中に薄レレって結構出てるけど、このオールハンドメイドでさ、オールタンバーを使ってるやつってなかなかないからね。うわー、ないですね。そうだから G ラボではこの薄レレすごくこれまあまあなんていうのかな、ありそうでなかったものにたどり着いたなって感じがしてるってすごくいいよね。で、この間、ちょっとこの話とは関係ないんだけど、この僕が書いてる本があるんですよ。いきなりウクレレという本があって、2018年に書いてる本なんだけど、昨日ね、これ見ててね、なんかめちゃくちゃいい本で、俺一人で涙腺を緩ませてたのが自分の書いた本でさ。ウクレレのくだりがあって、その当時って僕、うん、中国の、メーカーに、OEM でオーダーかけて、自分で一本ずつこういうとこ、削ったりね、いろいろして、自分で仕上げてるオリジナルウクレを作ってたんだけど、まあ、そのことがここに本に書いてあったんだけど、その最後のところにさ、いずれはね、その、ガズレレオリジナルのすごい高品質でみんながね、こう喜んでもらえるんで、ウクレレをね、まあ、メーカーっていうか作っていきたいっていうふうに書いてあったんだけどさ、これ2018年の話でさ、今2021年でしょ？なんかこういう話してると、なんか本当にさ、これ叶っちゃったなみたいな気持ちになってんだよね。
まあ本当だからこのガツのわがまま遅れとか薄れるとか、なんていうの、まあね、いろいろこう、クラウドファンディングから始まっていろんなストーリーがあるけど、まあどん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 まあ進化してるし、なんか、まあブランドとしてもなんかね、ちょっとこう成長してんじゃないかなと思ってね、どうですか、そういうなんか認識ある？とても、そうですね、手応えを感じますね、今。素晴らしい。まあ、やっぱりそうですね、その先月からの薄レレのリリースがあったりとか、うん、やっぱこの自分で、まあ、設計して、まあ、試行錯誤して開発していった、うん、最初一人だったんだもんね、始まりは。一人からやって、何人スタッフっていうかいるんだっけ、チームは。今は、まあ、事務所の女の子も合わせると10人で回してます。もうすごいよね。まあ確実になんかいろいろこう、まあ、皆さんのオーダーいただいてっていうのもあって、ゆっくりだけどね、すごくいろんなことがこう、伸びてるかなって感じがして、まあなんかね、この本読んでなんかいろいろ感慨深かったなというふうに、まあ思って、なんかね、まあまあまだまだね、始まったばっかりだと思いますけどね。はい。まあそしてまあいつものことだけど、今ご注文いただいてお待ちいただいてる方、ちょっとお待たせしておりますけど、また、ベトナムでこんな感じで、テンション高く、もじゃくんチームが作って、はい、まあでもね、はい、君のね、やってることというと、まあ結構地味な作業だと思うんですけどね。うん。結局、僕みたいに、もじゃくんのところにはこう、ね、お客さんのダイレクトな声っていうのは、なかなかベトナムに住んでるし、こう、ルートがなかなかこう人伝になっちゃうと思うんだけど、まあこれからなんかイベントとかにも、まあもじゃくんもどんどん顔出してもらって、はい、ガズクラブのイベントとかいろいろやってるから、はい、まあそれも、どんどん出てきてもらえるようによろしくお願いしますという感じかな。食べるの苦手ですけど大丈夫ですか？大丈夫だよ。出るからみんな。そうなんです、そうなんです。まあでもどんな気持ちで作ってるかって、やっぱ作ってる本人にいろいろ聞くのも、やっぱ皆さんもね、きっと、貴重な体験でしょうから、まあまあ。そんなことで、またお願いしたいなと思います、ということかな。で、まあ、次のご案内としては、ガズモデルを、そろそろちょっと本当に皆さんお届けできるように今動いているところでございます。それもね、そんなことの途中経過をまたシェアするということで、あ、そういえば、ガズモデルのコンサートウスレレって、なんか、できたとかできないとか、ちょっと見られるもんあんのかな？お！ラインナップます。かっこいい！あ、それコンサートか。だからちょっとちっちゃく見えるね。やっぱり黒っぽいから。あ、カッタウェイも入ってるしね。そうですね。今回はそのソプラノウクレレの時には7フレットだったモデルが、コンサートの、しかも薄レレになって、フレットが12フレットんだね。そうですね。あ、それちょっと早く僕もちょっといろいろ触りたいな。しかも木目すごいな。すごいですよ、これ。バズモデル。まあ、こちらの方もちょっと詳細また、もじゃくんとまたこんな感じで、次回、ちょっと詳しく喋って、どんな感じで作られてるかって裏話も、聞かせてくださいということで、今日はこのぐらいに、今日はこんな感じで終了しようと思います。はい。重ね重ねですけど、ガズのこの薄絵とわがままウクレレと、セミオーダー、ただいま絶賛、予約注文受付中です。概要欄のところにリンク貼っときますというのと、ガズの初めてウクレレ、もうリーズナブルでね、もう初めての1本と、誰かにウクレレ始めてほしいなというプレゼントに1本にも、リーズナブルな初めてウクレレも今販売中ですので、チェックの方よろしくお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。また、こうやって、ズームで繋がっていろいろ話していきましょう。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついて、横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こう、楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう、動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、
夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズで、さらに楽しいウクレレライフ、お楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。